まあ、いろんな歌を歌いたい。まあ、まさか例の仕事が歌番組とは思いませんでした。そうなんです、皆さん。神様も呆れるくらいにショールーム選抜メンバーでプレミアメロディックスさんに出させていただきます。ありがとうございます。楽しみ。リツイートしとこう。もう収録終わったの。そうなんですよ。終わりました。5人なので、すごく映る時間も多くて、ポップもね、結構前から置いてあったんですけど、私はまだ見つけられてないですけれど、トロちゃんのインスタライブ見てます。あ、私も一瞬見ました。ポップ探しの旅に、個人ファンクラブの更新は運営さんから許可ないと、許可っていうかマネージャーさんに送ってあげてもらうって感じなので、
シエさんからいただいた内部を使い切りましたね。内部以外にも商品いただいたんですけど、それも結構もう使って、まあ新しい動画更新しよう。メイク動画とか載せようかな。公演前の。ねえ、編集されてました？完全版をマネージャーさんにエアドロップするの忘れてて、最後でもなんかいい感じに、キリがいい感じに終わってた。キリよく、まあ毎日チェックしてるんだけど、なんか通知来るんだっけ。こんなんじゃないん。まあ、お、ポップ見た。いいね。編集してもらえることは形、編集点増しまして。そうですね。まあ、ということでいっぱい言って、歌っちゃおうかな、ギター弾こうかな。ギターここに置いたん。なんかめっちゃうまい匂いするんだけど、なんで？今日はちょっと乃木坂さんの気分。お誕生日の方、お、翼だよ、翼だよさん、お誕生日おめでとうございます。
おめでとう。そうそうだよ。イエイイエイ、おめでとうございます。簡単弾きにしてみよう。
とは出会いだしら、タイミングが重要、つい仲良くなると友達で終わるもの。やあのやあかいやだって、たあかいたいだけでもちゃう。Thank you.
初めまして。見せて。確かに。なんか顔が近いって言われたんじゃけど、親に。近いですか。
がどんな眩しくても未来はもっと眩しいかもしれない。帰り道は帰り道は チャコが上がってきとるらしい。
こめっちゃ難しい。なんじゃこりゃ。夢をもう一度見ないか。五カポってめっちゃ近いな。思ってるか願いを
1,2,3,4 あ光はどこにある、僕を照らしてくれよ。暗闇は涙を捨てる場所、希望はどこにある、生まれ変わる瞬間、夜明けまで。もう江戸桜さんのメール撮ってます。今だってもちろん好きだけど、なぜだろうあの頃、なぜだろうあの頃に戻れない。君の幸せをずっと祈ってるよ。ごめんね、フィンガースクロース。
君を好きになった だけでもさ、あの本家っぽい弾き方ができたらちょっとテンション上がるよね。じゃん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 とか。
見て見て、さっきのいい曲だったね。どれだ、こっちが押さえとる方赤くない？今トロブさんがお蜜の話してるよ。え、なんて、こっちの方が赤くない？同じ方向に並んだ団地の窓にいくつ幸せが存在するか数えて、道きっかけで全部夢のまましたけどいい曲ね。ありがちな恋愛めっちゃ好き。日差しに切り取られた試合球場から聞こえてくる一夏の熱狂は冷めてくのか、自分の声が他人のように響くよ。客観的すぎるのだろう、いつの日からか僕は大人にな、走らなくなった。チャンチャンチャンチャチャチャツツクツツクツツツ、みんな
遠くから見たとき、道の向こう側に水たまりがあった。近づいたら不意に消えてしまった。目指していた北のにどこへ行った。123あ、あ、こんなに誰かを恋しくなる自分がいたなんて想像もできなかったこと。難しかった。すいません。使ってます。あああなんの目の青空か青春を見逃すな。宇宙に生きていても時には違う。何の目の青空か数えてはいないだろう。日は沈みまた昇る当たり前の毎日何か忘れてる。何の目の青空か青春を見逃す。時には見上げて、時には見上げてみよう。今の自分を無駄にするな。
私が嫌いだ。決心のきっかけは理屈ではなくて、いつだってこの胸の衝動から始まる。私を探そう。決心のきっかけは時間切れじゃなくて、考えたその上で未来を信じること店長前で終わります。
ドマイ。ありがとう。普通にカラオケしようかな。顔も可愛いやんけ。みちが言えた。弾いた後は弦を緩めない派ですか？緩めた方がいいんですか？今日カラオケ行ったけど、行ってきたけど夏休み。夏休みでカラオケの料金変わるん？今日めっちゃかっこいいですね。スーツっぽい服だからかな。
自然に話せなくなるよ。だから僕たちは似た者同士、気の合う友達だと思ってる。目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない過去の答えがある。諦めるなら一人でいいけど、夢を見るなら君と一緒がいい。話したい誰かがいるって幸せだ。なんか音が。リンゴをむくとき、母親の指先が滑って切ってしまいそうで、嫌いと嘘ついた。何も欲しいと言わなければ永遠に傷つかずに済む。僕は何回かそのかさぶたを見て学んだ。望まない、これが恋と知ってしまったんだ。一本のコーラ二人飲んでから、急に僕たちはドキドキとして、お互いに異性だと思い出す。今までならきっと逃げてただろう。君のことを失うのが怖い。片思いなら黙っていればいい。両思いなら気づかなければいい。話したい僕の部屋片隅で漫画読んでる。君とだったら真相を登ってみよう。それが恋と知ってしまったなら、こんな自然に話せなくなるよ。だから僕たちは似た者同士、気の合う友達だと思ってる。目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない過去の答えがある。諦めるなら一人でいいけど、夢を見るなら一緒がいい。話したい誰かがいるって幸せだ。変えようかな。やほ。イヤホン変えようかな。パチパチ聞こえますか？皆さん。そんなに気にならん？ちょっとだけね。かすかに。
心の内知りたがるのだろう。どんな風に思ってるかって態度変えるのか。僕が君を好きでいるから君も好きでいて、そんな勝手な言い分に意味なんかない。ああこうだからこうしてほしい、こう買う条件みたいな安い願いは本物じゃなくただの自己満足。もしも君が幸せなら僕はそれが一番嬉しい。そこに僕がいなくたって微笑んでいられる。一方的に終わることが価値ある愛と気づいたんだ。君が誰か好きになっても僕は揺らがない。だって周りの雑音は関係ない。帰り求めるよりも誰も知らない片思いでずっといさせてくれ。さっきの方がいい。君は背中捨てたままで何も変わらなくていいんだ。僕はずっとすぐ近くで見守っているから。始まりとか終わりもなくずっと僕が好きでいれば、告白なんかしちゃうよりも永遠だってよかったのさ。みんなきっと言うのだろう、それが僕が臆病だから。勇気出して好きと言えないらしい。変わらない。さっきの方がいい。もしも君が幸せなら僕はそれが一番嬉しい。そこに僕がいなくたって微笑んでいられる。君と聞かなくたって一方的に終わることが価値ある愛と気づいたんだ。こんなに愛せる人と出会えたんだ。めっちゃいい歌。
ああ。わからない早朝とした口喧嘩今までもあったけど今夜の僕はイライラしててついに爆発したんだいつでもわがまま言い放題眺めるのに疲れたし上級すぎる言い方なす君に合わせて自分殺さなきゃいけない全部夢のまま恋が終わってしまえば楽なのに100万回キスをしたことさえもちゃんと忘れられたら君と普通になれる元の二人のように友達として声がクリアに聞こえる気がする I love you きつすぎる性格がタイプじゃなかったし初めての印象はむしろ苦手だったかもでもだから惹かれたんだろう手術会みたいに世話が焼けるって言いながらきっと楽しかったんだみんなが見てるのに抱きついたり泣き叫んで怒ったり激しすぎる感情をそう受け止めることに疲れちゃったんだごめん
久しぶりに。シュキピュータを。私なりの可愛いもそうずっと極めているんです。キープアウトでしょ、乱されてる。ドライなフルーツ惹かれてるの、メルト中アイスミルクちゃん。私少しのあなたでぐるぐる色が変わる。スキピ触りたいのはあなただけね。スキピスキピ二人合わせてアイスラテの出来上がり。わがままじゃないよ、いい子プリンセスで。こっち見て、会いに来て、言えないんだよ。言えないけれど見ちゃってます。もう見慣れた君の ID、 名前誕生日可愛すぎる。このモデルちゃん、いつフォローしたの。こんな人がタイプなの。私だって好きな服好きな色で狙い撃ちしたかった。言葉をかけて、このままずっと魔法は解かないで。しかがね越えずにずっと見てて。あ、好きなの好きなの、シュキシュキシュキピ、なんでこんなに興味ないね。シュキピシュキピシュキシュキシュキピ、ライト級大ヘビー級。もう好きなの好きなの、シュキシュキシュキピ、不安で今日も眠れない。ほらシュキピシュキピシュキシュキシュキピ、気づけば目覚まし始まる。自立シンデレラ、このままじゃ終われない。何してる、どこにいる。
こんな気持ち二度とないでしょう。好きは殺しなずに走る。ありがとう、もう会わない人。今もまだ思う。ちょうど初の電車、強い雨の日だけ乗ってくる。コーチ見てはにかんだ顔、3年経っても覚えてるよ。あ、褒めてくれた赤いワンピースは次の予定を待っているの。今日だって雨は降ってるのに、2両目君はいない。見てね、誰を思ってる。不幸になってほしいなんて思ってないよ。だから幸せにはならないで。好きにさせて急にいなくなる。白雪キメはキスを待ってる。気づかずに目を閉じたまま。こんな気持ち二度とないでしょう。好きはゴール知らずに走る。ありがとう、もう会わない人。今もまだ思ってる。それでは壇上を飛ばせていただきます。13位よしひこさん、12位しろがにつかいさん、11位長谷川さん、10位ゆりやピースさん、9位ジノラゴさん、8位キミさん、7位テリーピーさん、6位ブルーさん、5位デサイズハートさん、4位坪井祐介さん、3位ミトッチポテチさん、2位トラッキーさん、そして1位はトゥルルルルルン、じゃじゃん、ナッカンさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドルドルドルジャン、ホーゼさんでした。ありがとう、はじめありがとうございました。こちらこそ。それでは皆さん、おやすみなさい。ありがとうございます。バイバーイ。涙が飛んで